和田恭平、和田恭平、和田恭平、1954年11月20日台は、全日本プロレスの名誉レフェリー。和田さんと呼ばれることは、まずなく愛称は、強平、週刊プロレスの戦士名鑑では、カッパと表記。中学卒業後、アルバイトや板前など職を転々としていたが、1972年に、 全日本プロレスが利用していた運送会社のアルバイトとしてリング設営スタッフに参加。当時ディスコにハマっており、プロレス会場でもリング設営中に音楽に合わせて踊っていたところ、それを見ていたジャイアントババに動きがいいと言われ、推薦されてレフェリーとなった。上日口山氏を駒に指示し、もともと持っていた軽快なフットワークを武器にレフェリングを学ぶ。 レフェリングデビューは1974年の全日本プロレスのムイチャンピオンシリーズ。樋口、ミスター・バヤシに次ぐ3番手のレフェリーだったが、1980年代後半のジャンボ・ツルだと、天竜・源一郎のシングル連戦、ツル・流対決でメインイベントのレフェリーを任されるようになり、師匠の樋口が高齢になったことや、林がジャパン女子プロレスに移籍したことなどから、 メイン級の試合を本格的に担当するようになる。グラウンド状態の選手の上を飛び越える。選手に飛ばされ、リングから落ちそうになっても、トップロープとセカンドロープを掴んでくるっと1、回転して戻ってくる。初代タイガーマスクが露していた、フィンタでレギュレテ。レイミステリオの619によく似た形など、様々な形で表現される、軽快なフットワークと大きなアクション。 正確かつ迅速な判断のレイフェリングが評価され、プロレス対象でも表彰を受けている。特に、1990年代中盤以降、和田がレフェリーを務める試合において、リング穴のレフェリー、和田強兵のコールの後に客が発する強兵の大コールが起きるのがお決まりとなっており、全日本プロレスの名物といえる。さらに、一時期は、 樋口やレスラーから後に転校した林と共に美の公認レフェリーだった時期もある。また、2000年まで全日本の社員だった中田竜、後のプロレスリングの後取締役と共に、馬場の付き人を10年余り務め、馬場が亡くなる際には、身内以外としては中田と共に最後を見取った。リングアナウンサー、中田竜とレフェリー、和田京平は、ゴールデンコンビと呼ばれた。 以来、2011年6月の離脱まで、全日本プロレス一筋で試合を裁き続けた。裁いた、試合数は延べ1万試合を超え、現在は、リファカップ、プロレスリングノアと0-1マックスの共催や佐々木、ケンスケ0周年記念工業、全日本が、全面協力、ビッグマウスラウドでと全日本外でもレフェリングを、頼まれている。なお、 2005年7月10日にプロレスリングのアで、三沢光晴 VS、川田俊明が組まれ時は、何度もその歴史的カードを一番近くで見ていたために、雑誌のインタビューを多く受け思い入れを語っていた。その時は、俺以外が裁かなきゃいけないと、プラチナカードを通しての後輩成長を願っていたが、大会終了後は、やりたかったけど、オファーくれないんだもんと、ひょっとしたらと思っていたようだ。 その後ノアでは2008年10月に PW 会公認チーフレフェリーとして世界ジュニアヘビー級選手権試合、丸藤聖堂ベスケンタや2009年10月のミサは、ミ春追悼工業、田上明川田敏明組ベスケンタ秋山組戦を裁く。また、和田のレフェリングを後世に伝えるための活動も、精力的に行っている。 なお、2006年2月11日に行われた、ケンスケオフィス工業において、中田龍とのゴールデンコンビが約5年ぶりに復活したほか、2007年に発売された、中田龍のインタビュー単行本のアを作ったには、昔話を中心とした対談が掲載されている。少年時代は、札付きの不良であり、下記の著書でもその、札付きぶりが記されている。 週刊誌における、長野正弘との対談でもその類の逸話が披露され、グラビア撮影においては、サングラスをかけ葉巻をくゆらす姿が胴に入っていた。普段のレフェリングでも、その過去の成果、レスラーの反則攻撃を見逃さず、必要な抗議、説得を行い、相手がレスラーでも、ものともせず、帰ってレスラーの方が、和田の説得、静止に負けてしまうことが大半である。 ただ最近は、鈴木実との確執が大きく、和田も、鈴木相手には、ちょっと手こずっている感がある。だが、プライベートでは、鈴木と共にパチンコに強ずるなどして、仲がいい。野沢論外の自主工業では自ら段ボールで制作したパーツで、ロボ強兵となった。メカマミー組に対抗して、ロボ化した、数林と高道の国便乗した姿であり、最後は水をかけられ。 腕がショートし、高速カウントにて、メカマミー組の勝利となった。2011年1月3日のジュニアヘビー級、バトルロイヤルでは、淵正信が、菊池武士の顔を掴むという作戦に襲われ、レフェリーでありながら、オーバーザトップロープで失格になるという事態が発生した。失格後は、ダニエル・バーモントが急遽代わりに試合を裁くこととなった。 2011年6月19日の両国国技館大会を最後に全日本を離脱。6月21日、都内ホテルの会見にて正式に離脱を発表した。2年前に取締役を外れ、2010年4月以降はフリーの状態だった。会見において和田は離脱理由を同年5月に発生した平井信和。 スーパーヘイトに対する暴行事件に際して、全日本の武藤刑事社長が、マスコミの前に姿を現さなかったことに対し、なぜ社長時記者会見を開いて謝罪しないのかと、その対応を批判したところ、それを会社に対する裏切りと取られ契約を打ち切られた、事実上の解雇と説明している。全日本離脱後は、離脱会見の当日に早くもスマッシュから和田に、 レフェリーとしてのオファーがあり、同年7月15日のスマッシュ19よりメインレフェリーを務めることになった。また和田は必要であるならばどこでも上がるつもりと語っており、スマッシュ以外の団体の興行への参加にも前向きな姿勢を示している。その後、女子プロレス団体であるレーナでも10月30日のレーナ19よりレフェリーを務めている。以降、ダイヤモンドリング。 DDT 系列、WNC、スターダムなど多団体にわたり試合をさばいている。2013年6月30日、全日本プロレス両国国技館大会にて、久々の参戦。7月5日、全日本プロレス新体制の記者会見にて、名誉レフェリーとして復帰。2014年12月14日、後楽園ホールで全日本プロレス。 和田京平レフェリー40周年歓暦、記念大会、和田京平プロデュースを開催し、メインイベントでは、京平コールと同時に、大量のテープが投げられた。メインイベント後、赤いちゃんちゃんこ、記念品、花束、リングシューズが贈られ、選手による胴上げが行われた。2015年2月22日、喧嘩マッチとなったスターダムの東京、後楽園。 オール大会ファイナル4トラ安川ア戸線をさばいたが7分45秒に和田が試合を止めた時にはすでに安川は頬骨、ね、尾骨、左眼下低骨折、さらに網膜浸透症で全治未定の重症であった。3月11日に和田はデイリースポーツのインタビューに答え40年以上のレフェリー生活で喧嘩マッチ寸前となった試合は何度もあるとしたが 実際にリミットを超えた異常事態が発生したのは、この試合が初めてであったと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。